はい、こんにちは、カズボーです。ポリスノーツのパート17を始めたいと思います。まあ、前回に引き続き争いじゃないや、なんだろうね、あらすじなんですけど、争いってなんだよ、争いって。前妻のロレインの依頼で北条建造の行方を追うジョナサンは追う。調査を進めるジョナサンはナインスターズと名乗る人物から境内の秘密を記した CD-ROM の存在を知る。情報をもとに CD-ROM を入手した2人はそれを再生する T ギア99を求めて BCCH に急いだ。 CD-ROM に隠された境内の秘密とは、まあね、どういうことかというと、北条ロレインの夫北条建造が行方不明になりました。そしてね、北条ロレインが前妻です。主人公ジョナサンの前妻です。そしてロレインがジョナサンに依頼に来ました。ジョナサンは探偵です。そしていろいろあった結果、この BCCH って場所がね、病院でね、北条建造っていうのが K9 というねものを作ってて、それに関して行方不明になったっていうところまで秘密をつかみました。でその K9 の秘密は CD-ROM に隠されているとね。でその CD-ROM を手に入れたんですけど、それをロードする端末がこの BCCH って病院にしかないんですね、この T ギア99と。なので病院に忍び込んだところってところの話なんですね。そうしましたら、なんと病院の病院の理事長に出くわしてしまいました。そのね、 T ギア99という端末があるのは薬局なんですけど、この理事長室を通らないと薬局に行けないっていうね。じゃあ通りましょうって話で入ったらね、たまたまいちゃったんですよね。で前回話をして、あの捜査の立ち会いのもとに、T ギアを99を再生するんだったら署には報告しないわとね、署に報告されるとこのジョナサンとエド主人公と相棒も動きづらくなるという展開ですね。なので移動薬局。クリス、 T ギア99を使わせてほしいんだが。大至急重要なことなんだ。そう、捜査令状か何かある？もちろんない。そうあっさり言われると。分かったわ、私見なかったことにするわ。ありがとうクリス。いいのよ、私あなたたちを見てると昔の頃を思い出して、ずっと昔のこと。さあついてきて、ロックを解除するわ。さあ薬局よ。石田はいないわ。ジョナサン、 CD-ROM を早くロードしよう。それでね、石田のいたところに何かあるんですよね、これね。見る。なんだ、ただのカレンダーか。しかしこれ、2042年って書いてあるぞ。つまり、2年先のカレンダー。ああ、それ、何かの鑑賞プレゼントらしいわ。詳しくは知らないけど、謎の三角券を2枚送るとどうのこうのって。そうそう、確かゲームソフト関係のものだったらかしら。ああ、よくあるやつだ。全部揃えると特典がつくっていう。どうして2042年なんだろう。なあ、このカレンダーの真ん中の男、どことなくジョナサンに似てないか。そういえば BCCH で妙な男に人違いされたな。なんとかシードって名前だったかな。まあお前のような顔はオーソドックスだからな。まあね、これね、実はね、まあこのポリスノーツともう一つスナッチャーっていうゲームがあるんですね。でこのゲーム作った監督が作ったゲームなんです。このポリスノーツよりさらに前に作ったゲームなんですね。1988年だったかな。もうパソコンのゲームだったんです、確かね。それでポリスノーツここまで見た方ならわかると思うんですけど、まあ、作りはこんな感じです。これね、謎みたいなね、まだ謎が謎を呼んでね、まあ、ただでさ今ポリスノーツでわからないじゃないですか、今どうなってんだろうって。そんな感じのゲームです。これはこれで本当に面白いゲームですね。まあ、リクエストあらばやろうかなとは思うんですけどね、なかったら別にやりませんね。でも、まあ、やってみたいかな。どうだろう、まあ、この辺を見てどうか分かりませんけど、もしかしたらやるかもしれません、やらないかもしれません。だけどこれはめちゃくちゃ面白いです。自分太鼓判をして言えます、ね、こういうね小ネタもあったりしてね。はい、おそらくこれが T ギア99なんで、早速ロードしてみましょうか。あったぞエド、確かにT ギア99だ。使い方は分かってるの？この端末は徳川の人間にしか使用できないって聞いてるけど。任せとけ、偉い先生にじっくりと個人授業を受けたからな。宇宙飛行士のな。
ジョナサン、端末を使おう。見る。徳川製薬にあった端末と同じものだ。起動してみよう。徳川製薬の、あの北条、行方不明になった北条の、研究室にもね、これと同じものがあったんですけど、行ったらね、もう見事になくなってたのでね、ここにしかもありません。操作する。クリス、じゃ見ててくれ。今から面白い魔法を見せてやる。ワクワクしちゃう。電源を入れよう。ティギア99の 高解像度モニターだ。すごいですね、このパソコンね。これないね。それはキーボードだ。キーの配列を自由に変更できる最新型のようだ。そんななってるんだ。刻印面が液晶化されているので好みの位置にアルファベットを配置できる。見る。それはタッチペンだ。入力デバイスの一種だ。このタッチペンが普及したことで一気にペーパーレス化が進んだ。まずは電源を入れよう。ジョナサン、電源どれだ。これか、これなんだ。見る。ユーザーの ID カードを入れる差し込み口だ。電源これだろうな。どう、これか。あれ、どれだ。電源これ。見る。 CD ロムを入れるところだ。ここにあの CD を入れればいい。電源どれ、これか、これか。見る。あ、これか。この四角いボタンがパワースイッチだろう。電源を入れる。よし、電源を入れるぞ。ID カードを入れてください。ID カードを入れてください。ここでしょうね。ID 差し込む。ジョナサン、北条の ID カードを入れるぞ。ID カードのチェックをパスしたぞ。次はこのカードの使用者が本人かどうかのチェックが入る。なんだかドキドキしちゃうわ。社員コードのチェックを行います。次に挙げる人物の徳川社員コードを順に選んでください。指示された人物の徳川社員コードをモニターから選び、該当する家紋をクリックしてください。いわゆる徳川社員しか知らない暗号ってわけか。社員コードなんてあなたたちわかるの？任しといてくれ、予習済みだ。小早川。え、小早川ってどれだっけ。小早川、小早川ってどれだ。忘れた。徳川、徳川はこれだね。佐々木、北条これだね。島津、わからない。これか。
石だ。これか。パスワードを間違ってた。もう一度チャレンジしてみよう。これどっかに書いてあったね。確かね。浅い。毎回違う。あれ違う。ちょっと待って。これわからんぞ。ちょっと待って。待って。待って。これはわからんぞ。またパスワードを間違ったようだ。クソ、面倒だな。もう一度トライしてみよう。これちょっと待って。これ調べよう。またダメか。パスワードが違うんだ。参ったな。ジョアンさん大丈夫なの？落ち着いてね。もう一度やってみよう。でさ、家紋のことなら何かに載っていなかったか？これね、載ってますね。北条家の書斎か？そうじゃない。もっと身近にあっただろ。またダメなようだ。パスワードが違うんだ。家紋のことなら取説に載っていなかったか。取扱説明書か。ちょっと待って。取扱説明書ちょっと探します。ちょっと待ってね。取説、このページの取扱説明書だよ。21ページを見てみろ。ちょっと待って、ふざけんな。ちょっと待って。そうだ。これパッケージの裏に載ってないもんね。これね、なんだっけなと思って、どっかに書いてあったなって。そうだ、そんなんあった、そういえば。思い出した。ちょっと待って。浅い。浅いはね、浅いこれだ。石だ、これだね。石だでしょ。で、サイト、ちょっと待って。サイトどれだ、ちょっと待ってね。サイトはね、これだね。サイト。北条これだ。北条これ。徳川これだね。本田。本田はね、これだね。これだ。え、なんで？ちょっと待って。斉藤が間違ってた、もしかして。佐竹、ちょっと待って、佐竹ってなんで？佐竹、竹中これだ。竹中。石田どれだっけ？これだ。石田、北条、徳川、今川ってなんだ？ちょっと待って。今川、あったあった。これだ。この櫛みたいなやつ。はい、できた。あ、やっとだ。やっといけた。社員コード確認しました。あなたを徳川グループ社員として認めます。やったわ、嘘みたい。見せ物はこれからさ。それでは CD ログを入れてください。ここだよね、 CD ログってね。おそらく CD ログも入れる。北条の CD ロムを入れるぞ。徳川製薬 DDS チームプロパー用ディスク極秘 K9 ゼロ
CD を読み込んだぞ。出るぞ。見ろ。これまで徳川は皆様に数々の麻薬偽装輸送システム DDS を K シリーズ中心に提供してまいりました。 K1 から K8 までさまざまな DDS を使った麻薬の偽装に精力を注いでまいりました。しかし残念ながらこれまでの商品はナーク麻薬を公に販売、誰にでも入手可能な DDS を作り出すというコンセプトを満足させる結果には及びませんでした。しかし今回の K シリーズの最新作 DDS はこれまでのそういった問題を全てクリアしうる可能性を秘めた商品です。ナーク麻薬を安全に、そして自在に売買できる、それが徳川の新製品ナークカプセル K9 なのです。では K9 の優れた偽装システムをご説明しましょう。ナークカプセルの特徴は薬剤を包むカプセルのゼラチンの中にナークをプログラムしているところにあります。ですから新薬・大衆薬を問わず、デザイナーズフードや機能性食品といったあらゆるものに偽装・流通させることが可能なのです。つまり内容物を変えることで流通経路はどのようにもなります。病院、薬店、スーパー、内容物にあった公の販売ルートがいくらでも広がるわけなのです。ナークカプセルは封入式ではなくキャップ式になっていますので、個人でも簡単に中身を取り出すことができます。そしてもう一つの偽装安全策を用意しております。いくらカプセル側にナークをプログラムしたところで公的な市場で流通させるにはあまりにも危険です。そこで徳川の最新テクノロジーはナークそのものを科学的に2つに分離することに成功。これらを別々のカプセルにプログラムすることにより、これらのカプセルを同時に服用して初めてナークの効果が得られるようにしたわけです。私どもではこれをバイナリー麻薬と呼んでおります。カプセル自体へのプログラム、 AB2 つのカプセル同時服用という2ランクの安全システムにより偽装効果はほぼ完璧となります。これでもう麻薬取り締まりによる妨害も損失も恐れる必要はなくなりました。しかもナークカプセルは無重量下でも均等に素早く溶解する性質を持っております。宇宙での使用も問題ありません。それでは次に AB の分離されたカプセルの見分け方をご説明しましょう。その見分け方はいとも簡単。それぞれのカプセル表面には製剤識別コードを兼ねた目印がつけてあります。この徳川のマークが目印となります。徳川の三つ葉葵の一部が欠けているのがお分かりでしょう。この欠けた部分を持つカプセルを割り符のように対にして服用するとナークとして作用する仕組みとなっています。これらはそれぞれ片方だけを服用してもナークの作用は全く現れません。したがって危惧される一般市場での事故は心配ありません。組み合わせのキャッチは徳川を一つにです。そしてこの形態ではあらゆる麻薬探知機にも反応しません。現存する探知機ではこれらを探知することは不可能なのです。いかがです。これが徳川のハイテクノロジーが生んだ DDS K9 ナークカプセルです。我々はナークカプセルを自信を持ってお送りします。どうぞこの K9 をあなたの取引に利用してみてください。皆様の良きご理解を期待しております。そんなバカな。なるほど、あのカプセルはやはり麻薬か。ロレインが預かったあの葉はこのトリックを伝えるものだったんだ。徳川め、うまいこと考えやがったな。こんなバカなことって、
これは一製薬会社だけの犯罪じゃないぜ。ましてや北条の個人プレーなんかじゃな。大きな組織がついてる。徳川にマフィア。証拠がないぞ、ジョンさん。相手が徳川となるとそれなりの切り札となる証拠がな。こんな CD なら誰にでも作れる。証拠ならあるぜ。鑑識に預けたあのカプセルを調べ直そう。今度は中身ではなくカプセルの方をな。ロレインが命がけで守ったものだ。この CD の内容が事実かどうか、もし本当なら大変なことになる。大変だわ。こんな麻薬が私の病院から大手を振って売買されてたなんて、なんてことなの。この CD が事実なら病院だけじゃなくて、あらゆる薬にナークを隠すことができる。薬店や薬局で売られたら止めようがないわ。徳川とマフィアの狙いはそこだ。クリス、 K9 のサンプルがないか調べてみてくれないか。わかったわ。でもここに置いていくほど彼らはバカじゃないと思うけど。石田もグルだろうか。可能性は高いな。北条側か徳川側かは分からんが。どちらにせよここにいれば K9 の正体を知らなかったはずはない。問題は石田が北条の共犯だとすれば、徳川もマフィアも石田を消しにかかる。 BCP へ戻ろう。カプセルを調べ直すんだ。BCP に帰ったぞ。監視課へ急ごう。おお、おかえり。どうした、そんなに慌てて。ビクトル、例のカプセルのトリックが分かったぞ。カプセル？ああ、あの風邪薬か。中身ではなく、中身を包むカプセル自体にナークが仕込まれていたんだ。ゼラチンの中にな。なんと、カプセルにか。それは思いつかんかった。しかも A と B のカプセルを同時に服用して初めてナークとなる仕掛けだ。片方の服用だけでは作用しないんだ。バイナリー麻薬、そんなことが可能なんじゃろうか。それを今から証明するんだ。ビクトル、例のカプセルをもう一度分析し直してくれ。残念じゃがそれはできん。あのカプセルも AP が持っていった。あいつじゃ、あのレッドウッドとかいうフローズナーじゃ。なぜ AP が。あんたらがあいつらに頼んだんじゃないのか。わしはてっきり。おかしいな。あのカプセルのことは AP には言ってないはずなんだが。エド、AP へカプセルを取り返しに行こう。取り返したらわしにも見せてくれ。はい、ということでね、まあ一つ分かったことが、売り買いと書いて売買と読むらしいですね。うん、それと家紋表は説明書の、このね、ゲームのね、ポリスノーツの説明書の21ページに普通に載ってましたね。普通に載ってたんだけどね、ちょっとちっちゃくてね、なんだってこれみたいな感じでね、ちょっと手間取ったんですけど、なんとか T-Gear99 のね謎を解くことができました。それでね、しれーっと紹介されたね、カプセルの秘密を。そしてまあ鑑識にね、こうカプセル調べようって来たところ、 AP が持っていった。あんたらが言ったんじゃないのか。いや違う、レッドウッドが持っていったってとんでもない話になってますね。じゃあ今回はこのとんでもない話ついでに、こういうところで終わりたいと思います。じゃあね、次回その AP のレッドウッドに話をしてみようかなと思います。ということで今回これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。続きが見たい方、気になる方、面白いと思った方は画面右下にある
ャンネル登録ボタンのクリックをよろしくお願いします。タブレット、スマートフォンの方はこの画面の下にあるチャンネル登録ボタンのクリックをよろしくお願いします。カズボーはフリーのホラーゲーム、探索ゲーム、ロールプレイングゲームを中心に挙げておりますが、これ面白いよ、やってみて、初見でカズボーをビビらせてやろうなどなど、ゲームのリクエストなどもどんどんやっていくので、ぜひ何かあればコメント欄への記入をお待ちしております。